はい、この配信なんですけれども、改めましてね、説明しますとですね、まあ、僕、ヨーヨーメーカー、東方がですね、いろんな、皆さんからですね、お寄せられたお便りというか質問をに回答しつつですね、あとはその気になるトピックですよね、を解説したりとかですね、皆さんの質問にお答えしたりとかね、いろんななんかそういうことを、やっていく、感じでやってます、この配信ね。で、まあ、基本的にはやっぱり 3D プリンターをこう実践する、人たちの集団というか、そういう人たちが、この、ね、配信を見てもらうっていうふうにやっぱしていきたくって、で、もちろんね、3D プリンターでこんなもんできましたっていうね、まあ、こんなもんできましたっていうのもいいんですけどね、やっぱりまあ、なかなかそういうコミュニティというか、3D プリンターに関して誰に相談していいかわかんないとかね、3D プリンターについて、ああでもない、こうでもないっていうふうにこう、シェアできる人たちってなかなかいないので、まあ、そういう場合にね、チャット欄とか、コメント欄とかね、いろいろ使ってもらえたらいいかなと思って、このね、配信をしておりますというところですね。で、そうですね、チャット欄でもぜひ、交流をね、していってくださいというところでですね、まあ、やっぱりね、3D プリンターの情報、ってなかなかね、更新されないというかね、日本語で探してもなかなかこう、ピンポイントでね、自分の探してる情報に当てはこう、なんか当たらなかったりするじゃないですか。まあ、そういうのをなんとかして解決していきたいというところでね、この1時間、お送りしてまいりますと。